京都近辺2023、三着内馬 50% が使う外球施設は？皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証の柳でございます。本日は5分でわかる外球データ編ということでございまして、京都近辺2023チェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず一つ目、過去の京都近辺外球傾向を学ぶということでございまして、外球は過去の京都近辺でどんな予想をするのか確認していきたいと思います。そして2つ目、今年の京都近辺どんな馬を狙うということでございまして、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。なおですね、今回の動画でまとめましたデータ該当馬や週末出走馬が確定いたしましたですね、レース前日に LINE にてお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒に登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。さあ、それでは見ていきたいと思うんですけれども、京都近辺2018の傾向でございます。1着はブラックムーン、2着はクルーガー、3着はレッドアンシェルでございました。今年は2着のクルーガーが外球勢力となっております。そしてこちら、京都近辺2019年の傾向でございます。1着はパクスアメリカーナ、2着はマイスタイル、3着はミエノサクシードでございました。今年は3頭すべて在給仕上げとなっております。そしてこちら、京都近辺2020年の傾向でございます。1着はサウンドキャラ、2着はダイアトニック、3着はボンセルピーサでございました。今年は2着と3着は外給仕上げとなっております。そしてこちら、京都近辺2021年の傾向でございます。1着はケイデンスコール、2着はピースワンパラディ、3着はエイトシャイデンでございました。今年は1着と2着は外給仕上げとなっております。そしてこちら、京都近辺2022年の傾向でございます。1着はザダル、2着は大和客に、3着はカイザーミノルでございました。今年は3頭すべて階級制限となっております。京都近辺2023年狙うのはということでございましてですね、階級傾向といたしましたが、ノーザンファーム仕上げが半数でございます。2018年2着のクルーガー、2020年1着のガイアトリック、2021年1着のケーデンスコール、2022年1着のザダルという感じでございます。まあ、過去5年でいきますと、外球馬が8頭ね、負けに絡んでいるんですけれども、そのうちの4頭も半数がノーザンファーム仕上げということでございました。ノーザンファームでね、テインエで仕上げてね、今年はね、プレサジュリフト、こちらがですね、まあ、参戦表明しておりますので、ちょっとね、現時点ではね、注目してみたいなと思っております。他にもね、ノーザンファーム系ですので、出走してくるね、外球仕上げ馬もいると思いますので、まあ、最終的なね、外球馬であったりとか、データ外球馬に関しましては、出走馬が確定いたしましたレース前日に、LINE にてお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。